アラビア語、アンジェン式、ア=ルガトゥル=アラビーヤは、アフロアジア語族のセム語派に属する言語の一つ。主に西アジアや北アフリカのアラブ世界で話されている。ISO 639による言語コードは、2字が AR、3字が ARA で表される。世界で3番目に多くの国と地域で使用されている言語であり、アラビア半島やその周辺、サハラ砂漠以北のアフリカ北部の領域を中心に27カ国で公用語とされており、また、国連の公用語においては、後から追加された唯一の言語でもある。アラビア語は、もともとアラビア半島で話されていたが、北、アフリカやイラク、シリア方面まで広がった。現代において使用されているアラビア語は、次の2つに大きく分類されている。フスハー、生息アラビア語は、アラブ諸国の共通語であり、アラビア文字で書かれる。起源は、西暦4世紀頃のアラビア半島に遡ると言われ、イスラーム文明の出現と拡大に伴って、北アリカにまで使用地域が広がり、現在まで言語として大きく変わらずに使われている。イスラームの聖典であるクルアンは、古典アラビア語で書かれているが、これはムハンマドがいたヒジャーズ地方のアラビア語をかなり反映していると考えられる。クルアンの記述によれば、イスラームを伝えるために神が選んだのがアラビア語だったことから、ムスリムはこれをアンラーの言葉として捉えている。クルアン、コーランはアラビア語で英称して音韻を踏むように書かれ、またアラビア語原典がアッラーが人類に与えたオリジナル版とされるため、翻訳は、教義上原則禁じられる。クルアンの勉強や暗唱は敬虔なイスラム教徒の必須の義務とされるが、クルアンを学ぶためには、必然的にアラビア語を読めなくてはならず、アフリカからトルコ、インド、東南アジアにかけてのイスラム圏では、アラビア語がイスラム知識人層の共通語として通用している。マカーマート、訳は平凡社東洋文庫全3巻のような古典に見られる書き言葉は、特にオスマン帝国の時代に一時期衰退したが、話し言葉は続けて用いられていた。文語は近代になって、より簡単なものとして練り直され、近代以降の新しい概念に対応する新語が大量に追加されることで、現代において使用されている現代標準アラビア語が成立した。こうして、フスハーは、アラビア語において公的な面を代表する言語となり、宗教関係の他に学術関係や書籍、雑誌、新聞などの文章はもちろん、公的な場での会話やテレビニュースなどの改めまた場においても使用されるようになった。公的な言語であるため、アラビア語の教育もすべてフスハーで行われているが、逆に言えばフスハーは学校で習うアラビア語である。ただし文語でありあくまでも公式な場で使用されるものであるため、日常会話においてフスハーが使用されることはない。一方、アーンミーや方言は日常会話で用いられる話し言葉を指す。現代の話し言葉としてのアラビア語は国、地域によって異なる地域変種、ラハジャに分かれ、これには政治法がない。日常会話はこの話し言葉で話されるが、指針などではこれを文字化して表現する。また、大衆向けの小説や演劇、詩歌は現代口語の初編集で書かれる。湾岸方言、ヒジャーズ方言、イラク方言、レバノン方言、パレスチナ方言、エジプト方言、スーダン方言、ハッサニア方言などに大別され、それぞれの地域の中でも違いがある。地域によっては、宗派ごとに話される、アラビア語に差異があるなどする。また、生活形態によっても、地域を超えてそれぞれ共通の特徴がある。遊牧民方言、農村方言、都市方言の3つに分けられる。現代アラブ世界でのフスハーとアーンミーヤの関係は、中世のカトリック教会地域におけるラテン語とロマンス諸語の関係に似ている。後者が前者から派生し、異論もある。多くの変種に分かれていること。前者が日常語としては私語であるが、公的な話し言葉、書き言葉として通用し、後者は基本的に書かれることは稀であることが、その理由である。このことから、言語学において、アラビア語は、大グロシア、二言語使い分けの典型的な例とされる。なお、エジプト方言、シリア方言、レバノン方言などは、マスメディアで多用されるため、アラブ世界各地で理解される一方、異なる地域同士の住民では、方言での会話に支障が出ることもある。また、書き言葉が日常で話されることはほぼ皆無であり、読み書き、演説や報道番組での使用に限定される。したがって、非ネイティブが現地でスムーズな日常の会話を行うためには、当地の話し言葉習得する必要があり、読み書きも習得する場合には、話し言葉と重ねて学習しなければならない。多くの単語は、3つの子音を古今として分析することができる。そこに、母音や接頭辞、接尾辞、接中辞をつけて、語彙を派生したり、活用したりする。形態論的には、屈折語である。アラビア語の表記には、通常はアラビア文字が用いられる。フスハーは、アラビア文字による清書法を持ち、アーンミーヤも文字化する際は一般にアラビア文字が用いられる。ただし、マルタ語はラテン文字による清書法を持つ。以下はアラビア文字の主な特徴である。アラビア語を公用語としている国家のうち、アラブ首長国連邦、イエメン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、シリア、バーレーン、パレスチナ、ヨルダン、レバノン、エジプト、リビア、チュニジアにおいては、国民のほとんどがアラブ人で構成されており、公用語としてのフスハーと日常語としてのアーンミーヤのみを使用している。これは、イスラム教徒以外のアラブ人も同様で、例えば、レバノンにはマロン派などのキリスト教徒も多数存在するが、民族的には、アラブ人であるためそのほとんどは、フスハーとアラビア語バノン方言を話す。アルジェリアにおいては、国民の大半がアラビア語を話すものの、カビール語などのベルベル語諸語話者も存在する。ただし、同国の公用語はアラビア語のみとなっている。アラブ人多数の上で、ベルベル人がかなりの数存在するのは、隣国のモロッコにおいても同様であるが、モロッコでは、公用語は、アラビア語とベルベル語の二言語体制となっている。イラクにおいては北部にクルド人が居住しているためにクルド語も公用語となっているがアラビア語話者は多数派を占めている。モーリタニアはアラビア語を使用するムーア人が多数を占めアラビア語が公用語となっているが南部を中心にアラビア語を使用しない黒人も多く、また旧フランス領だったためフランス語の影響力も強い。スーダンもアラブ系が多数を占めるものの、西部のフール人などのように、アラビア語を使用しない民族も多く存在し、紛争が絶えない。公用語は、アラビア語と英語の二言語使用となっている。こうした、アラブ人が多数を占める国家に対し、住民のほとんどが、ソマリ語を話す、ソマリ人であるソマリアや、同じくアファル人とイッサ人が多数を占めるジブチ、スワヒリ語に近いコモロ語を、主に使用するコモロなどのような日常語としてアラビア語をほとんど使用しない地域においてもアラビア語が公用語とされることがある。これはこれら諸国がアラブ諸国との経済的、文化的結びつきが強く、またイスラム教徒がほとんどであるため典礼用言語であるフスハーを理解できるものが多く存在するためである。アラビア語を公用語としている国家は増加傾向にある。これはかつて、イギリスやフランスの植民地だったアラブ人国家が独立した後、公用語を英語やフランス語からアラビア語に変更する傾向強いためである。特にアフリカにおいては、アラビア語圏以外のほとんどの新独立国が、旧宗主国の公用語をそのまま使用し続けているのと、明確な対比をなしている。こうした公用語の切り替えは、アラブ人国家すべてで行われたものの、その深度や速度については国によって違いが見られた。旧英領欧諸国においては、ほとんどの国で公用語のアラビア語切り替えが割れたものの、旧フランス領諸国においては、モロッコやモーリタニアのように、公用語をフランス語とアラビア語の二言語とする国家がいくつか存在し、アルジェリアのように積極的に言語切り替えを行われた国との差異が目立った。また、アルジェリアにおいても、教育課程のアラビア語化は進んだものの官僚など、政府の指導層がフランス語話者によって占められている状況を打破することはできなかった。アラビア語教育によって、大衆のアラビア語化は進んだものの、エリート層はフランス語話者のままだったため、この二言語の話者間に、階層的な対立が生じた。さらに、アルジェリアにおけるアラビア語化はイスラム主義と結びついていたために、イスラム主義の台頭を招き、1990年代のアルジェリア内戦へとつながっていくこととなった。マルタ共和国のマルタ語は、現代アラビア語口語の一変種である。語彙などの面で、ヨーロッパ諸語、特にイタリア語からの借用が多く、またラテン文字で綴られる。現代アラビア語口語諸語の中で国家の公用語となっているのはマルタアラビア語のみである。英国委任統治領時代のパレスチナにおいては、英語、アラビア語、並びにヘブライ語の3カ国語が公用語とされ、当時のパレスチナにおける通貨や切手などは、先の3カ国語で記載されていた。そして、1948年のイスラエル建国後は、アラビア語とヘブライ語のみがイスラエルの公用語とされ、英語は公用語ではなくなった。しかしながら、ユダヤ系イスラエル人の児童や生徒を対象とした初等教育並びに中等教育機関においては、公用語であるアラビア語よりも公用語ではない英語の教育を重視している。しかし、アラブ系イスラエル人の児童や生徒を対象とした初等教育並びに中等教育機関においてはユダヤ系イスラエル人よりもアラビア語やアラブ文学などに割り当てられる時間数が多い。また、イスラエルにおける雇用条件において多くの場合はヘブライ語と英語が話せることが語学的な条件として課されており、公用語であるアラビア語は全く理解できなくてもイスラエル社会においては特に問題視されない。それゆえ、イスラエルにおけるアラビア語は、公式には公用語であるにもかかわらず、事実上はアラブ系イスラエル人というマイノリティのみが用る言語になっている。イスラエルのアラブ人のかなりが、アラビア語の他にヘブライ語も使用することができる。また、現在のイスラエルにおける通貨や切手などは、ヘブライ語、アラビア語、並びに、英語の3カ国語で記載される。このような状況は建国以来70年近く続いてきたが、ベンヤミン・ネタニヤフ政権は2017年5月7日に、アラビア語を公用語から外で国語へと格下げし、ヘブライ語のみを公用語とする閣議決定を行った。この閣議決定に対し、同国のアラブ人政党からは強い反発が起こった。イスラム教において、アラビア語は典礼用言語となっており、アラビア語のもの以外はクルアーンとして扱われないため、礼拝においては必ずアラビア語によってクルアーンを唱えることとなる。ただしクルアーンが翻訳されたものが注釈書として多くの言語圏において出版されているため、イスラム教徒にとってアラビア語は礼拝において必要であっても内容の理解までは必ずしも必要ではない。このため、アラビア語ができないイスラム教徒も非常に多く存在する。ただしクルアーンの内容を詳しく知るためには、アラビア語の知識は不可欠であり、このためイスラム教諸国においては熱心な信徒を中心に薄く広く、アラビア語話者が存在する。このほか、少数民族としてアラブ人が居住している地域においてもアラビア語は使用されている。イランの南西部にあるフーゼスターン州には、アラブ人が多く住み、アラビア語が多く話されている。アラビア語は、世界で4番目の話者人口を持ち、さらにその話者が一地方に集中しているため、言語として大きな影響力を持つ。このため、アラビア語は多くの国際機関において公用語とされている。中でもアラブ連盟は、アラブ人国家の地域協力機構であるため、アラビア語は唯一の公用語となっている。イスラム協力機構も、イスラム教の典礼用言語がアラビア語であり、イスラム教圏のほとんどにアラビア語が広まっているために、アラビア語の影響力は大きく、英語、フランス語とともに公用語の一つとなっている。アフリカ連合においても、大陸北部を中心にアラビア語諸国は一大勢力保っているため、英語、フランス語、ポルトガル語、スワヒリ語とともに公用語とされている。アラビア語使用諸国は数も多く一つの文明圏を形成しているため、国際連合においても1973年にアラビア語は公用語に追加され、英語、フランス語、ロシア語、中国語、スペイン語とともに6つの公用語の一つとされている。あるで始まる言葉が多いのは、が定冠詞だからである。アラビア語の漢詞も参照。上記の語彙以外にも、アラビア語から大きな影響を受けた言語は多く存在する。特に北アフリカや西アフリカ、東アフリカの海岸部においては、それまで文字を持っていなかった言語が、イスラム教及びその典礼用言語である、アラビア語の影響を受けて、語法を整備し、文字を導入したケースが多く存在する。ハウサ語、ソマリ語などは、こうした言語であり、現代では、表記法は、ラテン文字に改められたものの、アラビア語からの借用語は、非常に多く存在している。インド洋の季節風交易によって、アラブ人商人が多く訪れた東アフリカの海岸部においては、バントゥー諸語の語幹に、語彙の 35% から 40% にも上る、大量のアラビア語からの借用語を取り入れた、スヒリ語が16世紀頃までには成立し、地域の商業言語として広く使用されるようになった。このほか、ペルシア語、トルコ語を含む、トゥルク諸語、オグズ、キプチャク、チャガタイ語群、スペイン語、ヒンドゥスターニー語、マレー語などの言語は、古くから独自の文字を持っていたが、イスラム教の伝播によってアラビア文字を使用するようになり、同時に大量の語彙がアラビア語から流入した。これらの言語は、現代においてもアラビア語からの借用語が少なくない。ただし、ペルシア語を除き、現在はそれぞれ別の文字で表記されている。アラビア語の統制機関としては、最も古いダマスカスアラビア語アカデミー、1919年、創立や、カイロにあるアラブ語学院、1932年創立をはじめ、いくつかの国家に設けられたアラビア語アカデミーがその役割を担っている。こうした統制機関は、科学分野を除いて、外国語からの借用語をできるだけ制限し、新たな概念に対しては、単語の意味の拡張など、アラビア語内の対応によって処理する傾向が強い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。